普段行かかれるとわりますけど、うん、参拝者いませんどうでもいいと思ってると思いますけどね僕はこの番組の配信日が8月の15日、はい、え終戦記念日なんですけれども、はい、これ靖国神社のもですね毎年この時期になると大きく取り上げられます,すこれ政治との,この距離感などを含めて、うん、今の,その生活の中に入っていくというお話もありましたけれども。 やっぱりその戦争に負けて多くの人が亡くなってたわけですよね、でその戦没者を靖国神社に、まあ、祀らなきゃいけないということでいろいろ動いていくわけでその頃日本遺族会という会が、まあ、今でもありますけれどだいたい160万人とか180万人ぐらいいたんじゃないですかね、圧倒的なこれ自民党を支持している勢力だけど政治力を持ってたわけですよ。 そういうことで靖国神社をもう一回国家五字に戻すっていう運動が盛んになるっていう、はい、そういうのがすごく盛り上がっていったわけですよだからそういうようなことで非常にその政治とその宗教との関係っていうものがそういうところでこう密接に関係してた、うん、その上にこの靖国問題っていうのがあって非常にそのねまあ難しいっていうかそういう面もってますよね。 どうでもいいと思ってると思いますけどね僕はだ最近はやっぱりその遺族会の人たちもう亡くなってるんですよね数としても少ないでそうなってくるとどうなるかっていうと靖国神社今普段行かれると分かりますけど参拝者いませんほとんどで8月15日もまあ、コロナの影響もありますけどかなり減ってるんですよ やっぱりその靖国神社っていうものが、まあ、一時ほどの勢いっていうかそういうのを失ってるってことはあります 安倍さんが、毎年その総理辞めたとこう参拝されてましたもんね安倍さんは非常にそういう靖国に対するあるいはまあ神社全体に対する思いが強い人だったからまあそういう人はまあそういう信念に基づいて行動するけどもう今、普通の首相になる人たちはあんまりまあとりあえず首相になったら靖国には行きませんよっていうそれで終わっちゃってますよね。